2300グレードで組まれたロードバイクの例2300はシマノが作る自転車用部品であり、シマノ2200の後継モデルとして発売されたロードバイク用コンポーネントのグレード名である。後継モデルはクラリス。シマノでは自転車用パーツにグレードを設けて販売しているが、ロードバイク用としてデュラエース7000番台、アルテグラ6000番台、1055000番台、 ティアグラ4 0 0番台、ソラ3 0 0番台とグレードが設けられている中で二千0番台は最も回のグレードである。現在二千三百グレードはロードバイク用に専用設計された前後ディレイラー、デュアルコントロールレバー、クランクで展開されている。そのため二千三百グレードでロードバイクをフレームから組み上げるには二千三百グレードにはないキャリパーブレーキ、スプロケット、 チェーン、ボトムブラケットなどを他のグレード対応企画品で補う必要がある。なお、上位グレードでは各パーツの表面にグレード名の記載がされているが、2300ではシマノとの記載のみである。リア8段変則であり、シマノは公的には9段、または10段変則である上位モデルとは互換性の面でないとしているが、 実際には9段もしくは10段変速用のスプロケット、チェーンとコントローラーがあれば使うことはできる。完成車では定価5万円から10万円のものに取り付けられて販売されていることが多い。このパーツが付いている完成車は廉価版であり、レース用、ロードバイクにはまず使われず、街乗り用のコンフォートモデルと位置づけられていることが多い。 シナバンはその名の通り2300番台である。現在は後継モデルであるシマの2400クラリスが発売されたためパーツ単体での販売および搭載された自転車の販売はされていない。ありがとうございます。